中日ドラゴンズに在籍していた朝倉健太さんなど数々の著名人を輩出している私立東邦高校。硬式野球部をはじめ数多くの部活動が全国で優秀な成績を収めている学校です。今回の未来大東海はその中から全国大会常連のダンス部を紹介します。ダンス部ができたのは今から30年前。当初はストリートとしてのイメージが強く、スポーツとして認知がされていませんでした。授業で教えてた女子生徒からダンスを教えてほしいっていうのがきっかけでして、平和公園でデッキを1台持って行って始めたのがきっかけで、地域清掃したりとかいろいろ学校の行事に積極的に貢献して、で部活動として承認されてきました。教えてくれたのはダンス部顧問の伊藤恵子先生。ダンスは2012年から中学校の授業で必修化されたことでスポーツとしての認知が広まりました。それに伴い部員数が増え、現在では男女合わせて72名の部員が所属しています。彼女らの背中に書かれている踊る心と書いてダンシン。心から踊る意識を持てば必ずダンスにその心が現れるという意味で、相手に思いを伝える競技であるダンスにとってなくてはならないものの一つ。部員全員がダンシンを背中に掲げて練習に取り組んでいます。今力を入れているのは神戸で開かれる創作ダンスのコンクール、全日本高校大学ダンスフェスティバルへ向けてのダンス練習。リーダーとしてみんなをまとめるのは3年生の石井拓英選手。立ったままでいいから最初のところかも。で、揃えたところだけちゃんとやって。OK。神戸の大会までも、あと少ししかないので、これからどうしようどうしようっていう考えることよりも、まず初めに行動して最後まで追い込んでやれることを意識しているので、出来上がりを少しでもよく、そして自分たちのコンセプトをたくさんの人に伝えられるように、届けられるように頑張りたいと思っています。今回のダンスのテーマは強く生きる。東日本大震災で被災した方々にエールを送るために、人の思いや情景を表現することが大切です。迷子でいいよ、迷子で、はい、指までガン開きでいい、はい、彼がこだわっているのは町を襲った大きな津波の表現。体全体を使い、指一本一本の動きまで妥協しません。最初のここら辺はいいんだけど、ここら辺いい、そこの、あ、そこら辺ね、結構強めの方がいい。これ、こういうのあるよね、こういうのあるよね、俺の振り方。多分一番今回、彼があえて難しいテーマである自然災害を選んだのは、震災から10年経った今でも苦しんでいる人たちにダンスの力で自分たちの思いを届けたいという気持ちからでした。チームメイトのお二人に聞いてみましょう。石井選手はどんなリーダーですか？いや、もう本当にもうこの部活の大黒柱って感じで、みんなを支えててくれてます。他の誰よりもなんか周りのみんなが気づかないところに気づけて、みんなが気づかなかったり言えできなかったりするところに感謝ができたりする人なので、そこがすごいと思います。いないと困る存在です。例えばどんなところ？
作品の進め方とかもそうなんですけど、リーダーシップとかすごい頼りになる部分があるので、やっぱ拓栄がいない時の練習といる時の練習では雰囲気が全然違うし、いた時の方がすごいスムーズに進むから、 いないと本当に困るなって思う存在です。彼のダンスに対する熱意はチームのみんなにも届いているようです。怪しい感じです。オーラを放つっていうか、これは普通やん。なんか大げさに言ったらこれは普通だけど、こういう感じだったらなんか違うよ、見え方が。そういう石井選手、神戸の大会に向けての目標は？神戸の大会では、決戦というものがあって、何チームかが、次の決勝に行けるんですけど、その決勝に行くことだったり賞を取ることとか順位とか数字にこだわることではなくて、自分たちのコンセプトを、ちゃんと伝えること、この自分たちが伝えたいことを踊りとして表現することを、一番大事なことだと思うので、それをみんなで話して、それを踊りで表現するべきだと思っています。結果よりも中身を意識する石井選手、その考えに至ったのは部としてダンスの本質を追求していたからかもしれません。ダンスを通して、そうですね、ダンス愛している仲間たちと、一人はみんなのために、みんなは一人のために、踊るだけじゃなくていろんなことを通して人としての成長を願っています。ですから、向上心もそうですし、礼儀もそうですし、共通して、忘る心を持って、やっていってほしいなと、社会に出てからも愛される人となってほしいと思ってやっています。東邦高校ダンス部の強さの秘訣は互いに協力し合い尊重し合える関係性にありました。ハイスポはダンスで思いを届ける東邦高校ダンス部の皆さんを応援します。8月に開かれた神戸の大会にて石井選手率いるチームは精一杯思いを伝えました。